ハロー伊集。どうも。はい、今回ですけども、今日はですね、前回の動画でですね、ユニクロの方で、ズボンの方を買ったんで、そちらの方を紹介したいなと思います。で、それ以外にもですね、結構、実はこの動画ね、紹介はしてないんですけども、結構ちょこちょこ、ユニクロの方で服は買ってまして、そちらの方もですね、ちょっとまとめて、紹介したいなと思います。で、今日はですね、パンツの方ですね。で、前回、この動画、ルーティーン動画で、免疫の方に行きまして、買ったパンツが、こちらですね、ユニクロの、イージーアンクルパンツですね。はい、こちらになります。これ今履いてるんですけれども、まあこれ毎回の定番ですね。はい、で結構ファッションとか、よくいろんな方がチャンネル出してるんですけども、まず初心者はなんかクロスキニーを履いた方がいいとかですね。まあ、結構クロスキニーっていうと大体何でも合わせやすいんで、白 T とかに合わせてもかっこいいですし、全然いいんですけど、ただこのスキニーっていうのがですね、結構ピチピチっていうか細いっていうか、まあそういうイメージがあってですね、自分も一応、持ってたりはするんですけども、もうほぼ履かないですね。ピチピチでした。あと今こんだけ暑いとですね、余計履かないかなと。で、そんな中ですね、まあこんな暑い中でも、あとああいうスキニーが苦手な方、まああとはシルエットをよく見せたいっていう方にですね、ぜひおすすめなのがですね、このイージーアンクルパンツですね。これはもうめちゃくちゃいいですね。これ毎回自分、毎年買ってるんですけども、だいたいまあ、2、3個買って1年ぐらい持てばいいかなっていう感じで使ってるんですけども、めちゃくちゃおすすめですね。はい。で、あとですね、一応これとですね、似たようなやつ、もう一個買って、昨日ですかね、一応昨日ユニクロ行ったらちょうどセールでやってて、これもイージー系のパンツのジョガーですね。はい、これは多分ちょっと前に出たやつかな、結構前かな。で、一応丈がここに絞られてるやつで、で素材もですね、今のこのアンクルパンツと変わらずポリエステルの、複合繊維になりまして、ほぼ生地は変わらないかなって形ですね。まあ、あとはこのアンクル丈かジョガーかっていう形ですね。で、このこういうチャックとかもみんな一緒なんで、まあ、こういう系はいいですね、かなり。しかも値段もこれに、本来確か2990円が990円ですからね。で、オンラインだとほぼサイズとか全部ないですけども、一応店舗とかであれば、残ってる場合があるんで、今これめちゃくちゃおすすめ、お得ですね。3分の1ぐらいの値段なんで、ちょっと思わず、いっぱいあったんで、あ、2個買おうかなとちょっと思っちゃったんですけども、まあ、その前にアンクルパンツも買ってるし、まあ、いっかと思って1枚したんですけども。はい。で、あともう一個ですね。もう一個は最近もちょっと似たような結構パンツが結構ユニクロ多いんですけど、最近さらに安いのが出て、これがウルトラストレッチアクティブジョガーっていうのが出てですね。こういう感じで。まあこれはちょっとさっきみたいにチャックが開かないタイプで、こういうタイプなんですけども、まあただ素材がこれもポリエステルで、ただこの生地感がちょっとさっきのやつと違って、ポリエステルなんですけども、配合の量がちょっと違うのかな、複合だけど。はい。で、これも値段がですね、今のやつよりも1000円、1990円で1000円安いんですけども、ただちょっと難点としましては、後ろのポケットがないっていう形ですね。前に普通のポケットはあるんですけど、後ろにポケットがないっていうのがちょっと難点かなっていう形ですね。これも結構好きなんですけど、シルエットも結構スラッとしててですね、細く見えるので結構おすすめですね、これも。まあでもこの3つ、今紹介した3つを比べてもですね、まあやっぱ今この、これですかね、アンクルパンツが、イージーアンクルがいいかなと思いますね。これが一番なんかの、スラッと見えますね。はい。一応丈が、こんな感じなんで、ももから、ここまでテーパーがかかってて、綺麗ですね。まあシルエット感はまあ大体似たような感じになるんですけども、はい。まあ、値段も安いですし、ぜひですね、おすすめかなと思いますね。はい。結構自分オフィス、まあ、会社、普段の仕事がオフィス系の仕事になるので、まあ、私服にはなるんですけども、結構まあ、やっぱり毎日私服になるとですね、服とかもいろいろどうしようかなと思うんですけども、ほぼほぼこれですね。ユニクロのこのイージー系のパンツをほぼ履いてます。まあ、一番のメリットは楽ですね。楽。この素材がですね、まあ、やっぱりこういう、まあ、パッと見スラックスっぽく見えるんですけれども、ジャージっぽいっていうんですかね、伸縮性のあるジャージっぽいような感じになるんで、まず
動きやすいですし、履きやすい。で、あと価格も安いと。で、あと洗濯も楽と。っていうことはシワになりにくいので、もう完璧だなと思ってですね。で、結構これを好んで、結構毎回朝、起きた時に服ど、何着ようかなとか、ついついこれを手に取って着ちゃうんで、まあやっぱ、毎回着るってことは、まあ、やっぱいい商品なんだなと思いますね。多分これもう本当、何でも合わせやすいんで、特にスニーカーとか、まあ AJ1 とか、ローテクもいいですし、何でも合いますね。はい。なんで、これはもうかなり万能かなと思いますね。はい。ではですね、一応ちょっとまあ似て、商品3つになりますけども、一応ですね、ちょっと、試着したいと思います。はい。ではですね、まずこちらがウルトラストレッチアクティブジョガーですね。はい。で、今これ、トラビスと合わせるとこんな感じですね。まあ、下がもう、このももから下までザーッと細くなってまして、で、ここは絞られてる感じですね。まあ、シルエットも結構綺麗ですね。で、これで1990円になりますので、まあ、かなりいいかなと思いますね。まあ、普通に T シャツと、このズボンと、あとこういう、なんかローテク系のスニーカーですかね。スニーカーも全然いいと思いますし、こんな感じですね。まあ、ただ、なんていうんですか、さっき言ったように、ソケットが、後ろの服がないんで、この前ポケットしかないんで、ちょっと、そこが不便かなって感じですね。まあ、本当多分これジムとかで使うようなパンツかなと思うんですけども、普通に、こんな感じで、シフトしてもいいかなと思いますね。ちょっと、普通のポケットを2つと、ここに一応ジッパーのポケットが一応もう一個あったりするんですけどね。はい。こんな感じですね。はい。では次にですね、アンクルパンツの方行ってみたいと思います。はい。ではですね、続いて、イージーアンクルパンツですね。まあ、アンクルパンツというだけで、丈がですね、結構こういうの、短めな感じですね。はい。で、これにですね、今 AJ1 ですね、を当てるこんな感じですね。まあ、シルエットもいいですよね。ももから下にテープがあったりして、綺麗なシルエットですね。まあ、これだけシルエットが良ければ、まあスキニーなんて履かなくていいですね。こっちので断然動きやすいですし、全然動きやすいし、もう 100% これ履いたらスキニーは履けないですね。はい。ではですね、次に、ジョガーパンツ、イージーのジョガーパンツの方を見ていきたいと思います。はい。ではですね、今こちらに着用しているのが、イージーのジョガーパンツの方ですね。よく見ると、こちらが、ここが絞られている感じですね。はい。で、今、靴はダンクを合わせている感じですね。まあ、これもですね、シルエット的にはさっきのやつに比べれば割とこっちの方がちょっとストレートみたいな感じなんですけども、ただもともと細身にはなってるんで、これでもいいかなと思いますね。まあ、パッと見見た感じ黒いパンツになりますけども、これもおすすめですね。で、これもですね、今ちょっとね、オンラインの方はないんですけども、もしかしたら店舗の方で在庫が残ったりすると、今これ990円なんでめちゃくちゃお買い得ですね。はい。普通に T シャツ、上 T シャツでスニーカーに合わせるだけでですね、全然決まると思いますので、ぜひですね、もし店舗にあればチェックしていただければと思いますね。はい。ではこちらで以上となります。はい。ではいかがだったでしょうか。まあやっぱりですね、さすがユニクロということで、今回のこのアンクルパンツですね。まあこれ毎年毎年出てる商品にはなるんですけども、めちゃくちゃいいですね。はい。まあこのスラックス感といい、あとこのスポーティーさっていうんですかね。こういうジャージっぽい生地、ジャージじゃないですけど、なんかこういう、なんですかね、ポリエステルで、なんかうまいこと配合されてですね、うまく作られてるなって感じですね。履きやすいですし、価格も安いし、あとケアも簡単。で、特にまあ自分みたいなこうオフィスワーク、してる人だったらかなりこれいいと思いますね。めちゃくちゃ楽ですからね。もう普通にジーパンとかチノパン履けんすね。はい。で、あとはもうこの辺に普通に T シャツ、上 T シャツで、まあ、ユニクロの T シャツでもいいですし、まあ、最近はちょっとよく自分はエアリズムのビッグ T 着てますけども、それに合わせて着てたりだとか。で、あと足元を、まあ、スニーカーとかですかね。ナイキのスニーカーとかでも全然いいですし、全然これだけで全然結構割と、靴と合わせてスニーカーは結構清潔感のあるコーディネートができるんじゃないかなと思いますね。これはもう本当おすすめですね。毎回もう自分
2枚ぐらい買って2着ぐらい買って過ごすんですけども、まあ、ただ価格がやっぱ安い面ですね。やっぱりそんなに何年も履くっていうのはまあ、そこまでの持ちがないんで、だんだん結構10分ぐらい毎日履いてるとだんだんやっぱお尻のところがスレスレになってきたりとかテカテカになってくるんで、まあ、その後はまあ捨てちゃいますけども、はい、なんでもう結構ワンシーズン持てばいいかなっていうパンツですね。ただその代わりも機能性とか価格面もうどれを見てもパーフェクトかなと思いますね。はい、まあ、ぜひですねお近くにユニクロがある方でしたらぜひですね一度チェックいただければなと思います。はい、であとまた先ほども紹介したこのイージージョガーの方ですね。ジョガーの方も今セールやってるんで、まあ、店舗にもしあればですね、結構これお買い得かなと思いますね。990円はちょっとハイエンド価格ですね。はい、はい、ってな感じで、こちらで以上となります。まあ、何かですね購入したりだとかいい商品がありましたらですね随時動画の方でアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、でまたまあ今週末ぐらいからシュプリームの、2020F デブですかねもう始まったりするんで、またそれも楽しみかなと思ってですね、まあ、ただちょっと今この世間の状況がですね、まあ、コロナっていうのもあったりするんでちょっと果たしてどういうスケジュールなのかっていうかちょっとまだ分かんないですけども、ちょっと楽しみなところではありますね。はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。